皆様こんにちは。今回は、最近購入した、まあ、デパコスの紹介をしていきたいと思います。ちなみにこのメイク動画撮れてないんですけど、目はというかアイシャドウは猫ちゃんのパレットを使っております。でリップは シーグラムの、メガリップスタックスのブラウニースタックというこれを使っております。では早速紹介していきたいと思います。結構ねデパコスいろいろ見たんですけど、あんまりね惹かれずに帰ろうかなって思ってたら、このコスメデコルテのアイグロウジェム、私大好きで何回も紹介してるし、この間のほぼ毎日メイク10分以内に終わる毎日メイクでも紹介したと思うんですけど、それのまあ秋冬カラーを買おうと思って買ってきました。まずね27M はねマットのカラーなんですけど、リニューアルされてからはね初めて買います。パッケージもね変わりましたよね。こんな感じでちょっとお花の入ってるマットですね。赤みマット、もう私は本当にこれを仕込んでからラメをのせるっていうのにめちゃくちゃハマってるので、それをやりたくってマットも買ってみました。こんな感じのふわふわなマットですね。肌なじみがとにかく良さそうな、ちょっと明るめなマットっていう感じかな。これもね絶対使う。赤みカラーはもう秋冬には私にはマストなので。そう、そして次は、09G、 これはねキラキラなもので、オリーブアッシュっていう名前の通りちょっと暗めなものです。こんな感じでちょっとダークめで、シルバーのラメが入ってますね。こんな感じでも使いやすそうでしょ。ちょっと冬寄りなこっくりブラウンみたいな感じで、でもそこまで暗く落ち着きすぎない透け感のある感じですね。私が持ってる BR381 は、オレンジブラウン系なんですけど、こっちはもっとグレー寄りな、なのでまあ紙面色としてこう使ってもいいし、下まぶたしっかりこう暗めに仕上げたい時も使えるかなと思って秋冬用の2色を買ってきました。まあ一番どんなにこう色がわーってあってもやっぱり惹かれるのって、あこれ可愛いと思って手に取るのが BR381 なんですけど、そう、それがまあ私的には通年使えるものなので、秋冬用に赤みカラーと暗めなブラウンを買ってみました。そして次がね初めて買ってみたの、エレガンスラズルのアイカラーが可愛すぎて、これが一番ときめいたんですけど、 S01 番、本当はね3色ぐらい欲しいのがあったんですけど、今回これだけにしてみました。こんな感じの薄いパッケージのシングルアイシャドウなんですけど、見てこれやばくない？いやー伝わんないかな。このまずこの模様も綺麗なんですけど、うわー見て、海外コスメバリの発色じゃないですか。これやばいんですよ、わかるかな、このツヤ。あでもこっちに全部持ってかれちゃうから、もしかしたらピタッと一回くっついたら動かないのかもしれない。こりゃ可愛いと思って買ってみました。なんかここよりもここの指の方が綺麗なんだけど、今日のメイクはちょっとあれですね、合わないのであれなんですけど、もうこのラメがめちゃくちゃ可愛いのが何色もあって、変更カラーとかもう一色イエローゴールドみたいなのも隣にあって悩んだんですよ。だけどやっぱり第1個目として好きなこういうオレンジカラーにしようかなと思って買ってみたんですけど、この指がめっちゃ綺麗、そして指からあんまり取れない、てかピタッとくっついちゃう系なのかもしれない。これをまあオレンジなのでちょっとどうしようかなと思ったんですよ。もうちょっと秋冬っぽいカラーにしようかなと思った。まあオレンジも秋カラーなのでしっかり締め色で、まあなんならこれをベースに使ってこれを塗ったら可愛いんじゃないかなと思って、ちょっと手に塗ってみようかな。まずこれを塗っ
で、これがね結構思ってるよりも薄めな発色なので、ちょっとダークな感じなので、これに重ねてみる。あ、かわいい。いやー、かわいい。これは中和されますね、絶妙に。ちょっとあんまりわかんないかもしれない。わかるかな、この明るすぎるオレンジもこのアイシャドウと加わることで落ち着くし、でさらに密着力も高くなるので、あー、この組み合わせいいな。ちょっと目元にやるのが楽しみで、このアイシャドウを二重にたまったりしませんかって質問を前回この動画を出した時に、コメントいただいたんですけど、私は全然二重にたまる感じはなくって、まあなんならこれを塗った後にパウダーアイシャドウのラメをのせてるので、それでしっかりセットされるからっていうのもあるかもしれないんですけど、なんかこれもクリームアイシャドウなんだけど、そのペタッとする感じではなくって、もう肌にのせるとちょっとふわっとした感じで、まあパウダーとまではいかないけど、クリームとパウダーの中間、なんならパウダー寄りみたいな感じな質感なので、ほんとそこまで目元にたまる感じはないです。まあ多分ね、何をしても目二重にたまっちゃうって方はスキンケアの油分が多すぎるっていう方とか、あとはまあちゃんと粉とかでセットしてないから、そもそもっていうのもあると思います。なのでクリームだからよれるっていうよりは、その土台だから、パウダーアイシャドウでも目元二重にたまっちゃうっていう方はスキンケアの油分をしっかり取り除いてからメイクをするか、しっかりオフしてからこうティッシュオフとかパウダーでセットするとかっていうのをしてからやると、だいぶたまりにくくなるんじゃないかなと思います。アイシャドウプライマーを使ったらたまりにくいとかっていう聞くんですけど、私結構ね、逆にアイシャドウプライマーを塗っちゃうとその若干の油分だったりでたまったりすることがあるんですよ。もう薄く伸ばせたらいいとは思うんですけど、時間がないときそんなことやってられないので、もうしっかり目元の油分を取り除く、でパウダーでしっかりセットさせるっていうことをするだけで、だいぶたまりにくくなると思うので、もしねやってなかったらやってみてください。はい、こんな感じで今回は久しぶりにまあデパコスで、私があんまり買わないこのエレガンスのアイシャドウとか、これはもうめちゃくちゃお気に入りのものなんですけど、を買ってみました。またこれを使った動画とかは後日アップしていきたいと思うので、気になる方はそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。はい、ちょっとだんだん秋めいてきてすごく楽しい時期になりましたね。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。